どうですか、末席の中の向こう正面の席は。いやーもう本当に緊張しながら、嬉しくてしょうがないというなんか妙な雰囲気で、本当に美しいですね、綺麗ですね。ちょうど目の前に高見盛りが見えます。はい、高見盛り席は私の気合の先生です。気合の先生ですか。あの気合をですね、はい、本番前にいつもやるんですよ、はい、そしたらみんなあのそれを受けてしまって、はい、非常に迷惑するって言われるんですけどもね、あの最後の気合を、はい、やっぱり見たいですね。そうですね。あの気合の入れ方は僕は本当に素晴らしいと思いますね。あ、そうですか。なかなかああいう個性的な方はちょっと少なくなったと私は今思っているんですけどね、はい、鳴門関の石切りであるとか、はい、ああいう方がね、高見盛り関は最後に行きますね、あれを、うん、あれを今日はゆっくりともっと上手に真似られるように勉強してください。まあでも一生懸命さがやはり土俵上にも出てますよね。はい、よくわかります。もう今場所はあの宿山さん、はい、高見盛り内容もいいですね。そうですね、あの攻められてもものすごい残りますし、ね、はい、まあ、しぶといんですよ、体硬い割に、はい、ただもう回し取ったら安心して見れますね、最近の高見盛りは。のど輪で押されても弓なりで残して、そうですね、はい、早い相撲には、まあ、ちょっと弱いですけどね。先場所はこの九州場所で小松さん、高見盛りは2桁の白星、あ、これから気合ですね。あ、来ました。いけいけ。見られたさあこれから立ち合い。この1年高見盛りの2連勝というこの朝赤龍との対戦。踏み込みは朝赤龍、引いた、引き落とし、高見盛りの勝ちです。ちょっと高見盛りも何が起きたんだという表情ですが、これで6勝目です。検証を受け取りました。今の決まり手は引き落としで高見盛りの勝ち。決まり手引き落としです。いや今高見盛りが天を見上げてほっとしましたが、小松さん、はい、相撲はいかがだったでしょうか。いや何が起こったか分からないっていう表現はとても面白かったんですが、はい、独特の高見盛り関のね、はい、なんか少しなんかとぼけているのかひょうきんなのかよくわからないんですが、一生懸命であることは間違いないってことを、そうですね、確認しました。はい、で6勝ってのはすごいですね、はい、去年もですね、はい、九州は2桁勝って、はい、九州元がいいんですよね。あ、ぜひ応援したいですね。本当にあの朝赤龍の当たりも今日は、まあ、それで朝赤龍低く早く当たりましたね、はい、高見盛り右も左も刺させなかったんで、はい、ちょっと引いて泳がして刺し直すっていうのは高見盛り得意なんですよ、はい、その別にはたきで決めようじゃなくて、ちょっと泳がしといて引いて泳がしといてっていう時に朝赤龍が低く当たった分落ちてしまったんですね。あ、さあこれから小松さんの前を帰ります。いいですね、誇らしげで。そうですね、今まんまや取っております。もうあの瓶付けのところは匂いがね、はい、ここまで届くんですよ。あ、そうですか。すごいですね、この匂いは。いや、いいなって興奮してます。で、小松さん、これ付け人とです。